皆さんこんにちは、こんばんは、おトマトです。いかがお過ごしですか？私は元気です、イエーイということで、今日はですね、最近のお出かけの際の OOTD、アウトフィットをご紹介したいと思っております。私のチャンネルではアラカン女子の豊かな生活のためにファッション情報を中心にお届けしております。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またインスタグラムおトマトさんでファッション関係投稿しております。ぜひ、フォローしていただければ嬉しいです。そして今日1日目のアウトフィットはですね、ジャケット、ユニクロ、これイネスコラボの以前のものです。ボートネック、トロミインナー T シャツ、これは時々のものですね。トートバッグは以前のエルーラのものです。とても軽量のね、よく入るバッグなんですね。カフェは東京都立川市にありますクリームトというね、とても素敵なカフェです。でその後ザラの店舗に寄りました。私が着てるスカートはニットロングスカート、コカのものですね。これもねネイビーでとても楽なんですよね。ウエストはセルッティのベルトをしております。でこのザラのね顔に当ててるのはオフショルダーのワンピースですね。これもね地厚なジャージっていう感じでしたね。とても素敵でした。でネックレスは時々のニュアンスコードネックレス、そして次に当てたのがミディワンピース、グリーンがね鮮やかで首の開きが綺麗だなと思いました。どちらも試着していませんが、まあちょっと今迷い中です。2日目は大人カジュアルコーデ、時々のレースジップジャケットとセットアップのスカートです。このレースはねエリーサーブの春夏のコレクションなんか見るとすごく使われていて、スウェットにレースというカジュアルとレースのコラボってねすごく綺麗だったんです。それを思い出します。そして時々はですね5月15日から21日まで7990円以上お買い上げで500円オフをやっております。でこの黒のスカートなんですけど、実はセットアップでねとても今人気です。それと合わせたいシアレギンスがお試し価格で500円オフになってますので、5490円、とてもねおすすめですので、皆さんぜひ覗いてみてください。4階のカフェ教文館です。ちゃんと荷物を入れるこういうのもあるし、カウンター席が好きなの。銀座の通りが見えるから。三越がね見えてますからね。
この日は夜に用がありましたので、モクシー東京錦糸町にポイントで宿泊しました。下はフレアレギンス H&M を履いています。でホテルでトートバッグいただきました。ポイント宿泊者のためにということでした。ありがとうございます。住吉にある、公園の公会堂の横にある公会堂内にあるね、キチカフェキチっていう、カフェに来ております。目の前がね公会堂なんですよね。そして広々としたガラス張りの、とても素敵なカフェで、錦糸町のね目視に今度一泊するので、この公園まで散策というかウォーキングに来ました。今ねシフォンケーキを食べようとしています。楽しい、皆さん楽しい語らいをしております。私はね今日は用事で市長に泊まりますけど、一人でございます。おいしい、おいしい、うん、今日は曇りですね。雨がまだ降ってないだけね、マシですかね。雨の予報なんで OTV です。これね自由の以前 の, あのシアなニットですね。これすごく大人っぽくていいんですよね。ラウンドヘムになっててね、お尻も隠れるし、フレアパンツとかピチピチの履いてもある程度隠れるからね、いいですよね。これでジャケット着るんで問題ないかな。目の下のねクマがすごい、クマこれしょうがないね、たるみだ。家に帰りますとザラからの届け物が届いておりました。マジックテープで開閉できるこちらのバレーフラットスニーカー、7センチ、ね、ヒールがあるんですよね。そんな風には感じられませんけどね、着脱も簡単で外反母趾のこの私の足でも痛くない感じでした。いかがだったでしょうか。4日分のリアルコーデ、お出かけの時の洋服をご紹介いたしました。普段私はカフェ巡りが大好きでね、こういう情報も時々入れております。私のチャンネルではアラカン女子の豊かな生活のためにファッション情報中心にお届けしております。もし気に入っていただけましたらば高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またインスタグラムおトマトさんの方もフォローしていただけますととても嬉しいです。それでは今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画ですぐにお会いいたしましょう。ではまたね、バイバーイ。